長江島側にある長江島大橋の共鳴碑。左側は歩行者用のシャバリ橋長江島は、渤海の東部にある島で、中華人民共和国領寧省大連市内の河原坊天市に属する。長江島は、渤海の東部にある島で、中華人民共和国領寧省大連市内の河原坊天市に属する。大連市中心部からは1 3 0のところに、あり。 東西3 0トル、南北1 1トル、総面積は252.5平方キロメートルで、島としては中国第5位の面積を持ち、長江以北では最大の島である。人口は6万人。近年漁村から工業港に発展し、中日間貿易区として開発中であり、自由貿易区にする計画がある。主な産業は、工業、造船業、水産業。 現在、インフラの整備が行われ、2007年末新大、高速道路のローコトン IC からの長高台道が完成し、2009年9月には、港湾京北 IC から直結する高速道路地下道が完成する予定。また、当該と結ぶ鉄道の整備も行われている。企業が税制優遇策により誘致され、すでに数百人の韓国人が働いている。また、 日本人が開発した大連長江島ゴルフクラブがある。この新しい工業区は長江島、交流島など5つの島にまたがり、総面積350平方キロメートルである。2002年1月に、遼寧省政府が小級経済開発区に認定し、2006年に、遼寧省の5.1000円買工業区計画の一部として、2005年8月に、 大連長甲島林港工業区管理委員会が成立している。すでに次のようなプロジェクトが動いている。ありがとうございます。